ごご視聴ありがとうございいます。す。楽しいのののチャンネルののおはのおはです Google Chrome 皆さんお使いだと思うんですけれども Google Drive のこの機能を使ってらっしゃいますか、えー、この機能をですね使うと場所の管理にすごくあの便利なんで私は最近釣り場の管理だとか、まあ、あと、えー、シリーズものでいった旅の記録を YouTube のあの旅の記録を、えー、管理するのに使ってました。ちょっとこれ開いてみますね。今これ、これ、えー、Google の、Google グローブのこの画面が出てるんですけれども、これをですね、えー、Google アプリ開いて、ドライブ、うん、開くとこうなってます。これ Go ドライブ、えー、Google Drive の、Google My Map ってやつなんですけど、えー、最近使ってるのはこれですね。えー、これ便利なんで、えー、これってちょっと使い方というか、うん 紹介したいいなと思いますこれ釣り場を最近管理してるんですけどもこうやってあの釣ったとことか、えー、行ったことがあるところをこうやったりとか、まあ、同じ色でやっ,ちゃやっちゃってるんですけれどもこれから行きたいところ行き釣りに行きたいところなんかをこうやってあのピンポイントでこうやって分かるようにして記録してあるんですよこれがどこの場所かってこれっちに書いてあるんですけどこういうになってるんですけどそれでですね例えばこれ、えー、ここのところで ククリッすするとこ松見ヶ浦って出ますよねこれ何やったかとか、釣れずって書いてありますね、えー。他開いてみましょうか。まあ、こことか、舞坂漁港、こうなってて、えーまあ、の画,画像を、えー、この中にあの、えー、ドロップすると画像をですね、えー、ドロップ、どうだったかな。パソコンの中にあるこうやって、えー、画像をこう、えー、ドラッグして、ドロップして入れることもできますし、 えーと、YouTube の URL、YouTube の, you の URL 入れると、これ貼り付けもできるんだ。えー、YouTube の、えー、これ入れてやると、このところにあの YouTube の,その画面も入れることができるみたいですね。画面。多分、YouTube 検索でこれ入れると、 えー、そこのところをクリックすると YouTube に飛んで YouTube が見れるっていう風じゃないですかね。ちょっとあのこれ使ったことがないのではっきりしませんけれども、まあ、自分の写真ってことになると、えー、写真がこういっぱいあるんでこの中から開いて入れるとかっていうのがるできるみたいですね。私がこれやったのはこれあのー、これはですね石黒さんかな。 ト,ゥリ,グのトゥリグの石黒さんのホームページ行って、ページ行って、この前作漁港に関してはこのページがあったんで、そこのところをですね、あのー、画像を撮ってですね、画像を撮って、えー、それでこの中に入れて、それで自分で記録してると。まあ、自分で記録している分にはこれいいかなと思います。こういうことやっても。うんそうですね、えー。こうなってます。他開いてみましょうか。この辺とか。まあ、何が釣れたかって書いてありますね。 何が取れたかとか気楽してやります。これちょっと消さないとダメじゃん。ここっち。こうやると、このエビ系の餌を使うとか、あと Google マップに飛ぶこともできますね。住所を入れると、飛べ、あの、そこのところが出たかなって思うんですけど、まあ、いろんな使い方ができるということですね。これ、あの、Google マップに飛ぶと。 こうやって管理してあります、まあ。行ったところの自分の情報だとか、自分がし覚えておきたいことなんかを、えー、画像も入れられるし、動画も入れられますよね。多分、えー、多分ぶん、多分じゃだめですよね、ま。なんか作ってみましょうか。どっかに。この辺作ってみましょうか。ここに、ここに入れ、何か入れましょう。はまんなこと入れましょうか。はまなこ。 じゃなくて、え浜名湖、A ってやりましょうか。A って入れてで、ここになっちゃいましたけど、ここにして、だけど、あのー、あの、あ、そうか、こうやってやると、ここの住所が、うん、出るんで、こうやって入れれるんですね。それで地図に追加ってのを押すと、こうなってて、ここのところも入ると。これで、画像を入れたければ、こうなんかこう、これ入れましょうか。試しに <laughs>。 えー、自分の写真、えー、これ入れ,入れたいんだけど、うん、これ入れたい、いっぱいべますね。これ入れてみましょうか。選択で OK でしょ。そうすると、ここにこれ入ると。で、保存入れると、こうなると。ちょっとわけわかんない、あれなんですけど、こうやってはまなこって入れると、こうやってなるということですね。あと、自分でここのところにですね、えーどう 画像また、これここですね編集しますって入れると、ここのところに、えー、今サンプルとしてやってるんで、サンプルって入れましょう。サンプル、えー、って入ると、サンプルっていうふうに入るというふうになります。それで保存入れを押すと、こうやって入ると。これで、えー、ですね、これ開いたときに、えー、こうなってって、うなぎ観のってなと、ここのところ開くと今のが出ると。こ,この、こ,のこれが青くなってますけど、 これも確か色が変えれますね。ここのところで赤くしましょうか。うーん、これ入れるとこうなるという風です。こんなことやって使えるんで、えー、そうですね、自分がこの、あの,ー、あのですね、まあ、例えばスーパーとかだと、うん、どこでもいいんだけど、ここからファイン、ミニストップ豊川森店。 あん,まりあんまり個人商店とかいるとなんか言われそうなんで、えーまあ、この乙葉川楠木公園っていうものかなこれを地図に追加ってするとこういうふうになるとで Google マップで見たければこっちに Google マップにも飛ばせるとでこれをですねいっぱい作っていくと作っていってこの保存こうやってこれ釣り場っていうこれさっきの、うん、で今のはこれ釣り場っていうくくりでこれ テーマでこれこうまとめてるんですけどこれで、えー、自分のこの例えばスーパー買い物なん,なんか買い物でも食べ物でも例えばうどんが美味しかったお店の、えー、マップを作ろうと思ったらうどんが美味しいお店って入れてやるとこのうどんが美味しいお店っていうこの Google マップのあれができますねだからこれこれこれ天浜線駅とかあるんですけど 天竜浜名湖線て、浜名湖鉄道線ですね。こ駅がこう、あの、記してあります。前これ、あの、動画で行ったんで、YouTube の動画を撮り、えー、に、駅を回ったことがあるんで、こうやってなってます。これ何があったかとか書いてあるんですけど、こういう風うですね。まあ、他にも、あの、マイドライブってドキュメント、ドキュメント、あの、文字情報なんか見入れて撮っておけますけれども、今回言いたいのは、この、マイマップですね。えー Google マップ。これ使うと便利だよってのを、えー、言っています。これがですね、もちろんですね、スマホでもできるんですよ。スマホで見てみますね。えー、ちょっとミラーリングするんで、えー、っぺこっちを消して、えー、スマホで見てみます。えー、っと。今のミラーリングの えソフトを出して、うようこそ、どこもって出てきますよね。それで、まだ出ないな。これ、これ、これこ、ミラーリング。これで、ミラーリングと。今、そういう解消タップ。えーっと、これでですね。えーっと Go、Google、Google、Google、これですね。 グーグル、ええー、ドライブ。出して。そしてですね。ええー。釣り場、釣り場をくる、タップすると。タップすると。で。釣り場でま、出るでしょ で、これ、これ例えば、この、岩田のところに立つと、こうやってなってると。えー、こうやって見れると。いうふうになってます。サビキずりができる人工で行こうかと、今考えてるとかって、えー、入ってますね。こうなってますどうでしょうか。さっきも言いましたけれども、これはですね、 あのまあ、自分であの場所の管理をするときに使えるんで、まあ、いろんな使い方できると思いますあの旅の記録でこういったとか道をですねコースを線引くこともできますそういうこともできるんでこういうのはあの場所の記録とか場所,場所の管理とか場所を記憶しておくときに、えー、すごい便利なんで使われたらどうかなって Google マップにそうやってあの書き込めなかったと思うんで こうやって Google マイマップでやると Google ドライブの Google マイマップでやるとこの書き込んだりとか自分の記録が入れて分かるようにできるんで自分のくくりでなんかテーマを決めてやるとこうやってできるというのをえ皆さんもやられたらいかがかなと思いますそれで今回紹介させていただきましたどうだったでしょうかためになったらそうかこういうことあるできるんだって思われた方は高評価のボタンをクリックチャンネル登録もよろしくお願いいたします じゃあまた次の動画、他の動画でお会いいたしましょう。楽しいのもビューチャンネルの5分4からの大原でした。最後までお付き合いありがとうございました。今が顔出しなしで喋ってやってみました。パソコンで。バイバイ !YouTube なんですけれども、さっきのところにですね、YouTube の動画を、えー、貼り付けましたら、こうやってなりました。これってですね、自分の動画なんですけれども、こうやってここのところで見られるっていう、この枠ですね。 大きくはなんないですね。ここのとこク,クリックするとあ全画、全画面表示はご利用いただけませんって書いてありますね。これで見るってことですね。このサイズで。ミニサイズですね。これで見られるってことですね。そういう風です。いろいろ入れられると、この色も変えられるといううですね。 こ,このこのアイコンの形も変えられるみたいですね。えー、他のアイコンって何なんだろう他の、あ、いっぱいあるんだ。こうやってアイコンいろいろいろ入れられるんですね。これ今、2分の1件って入ってるんですけど、この画像と YouTube が今入ってますけども、これで切り替えるみたいですね。これ、どれだけ入れられるのかちょっとわかんないですけど、えー、いくつかこの画像とかあの動画とか入れられるみたいです。 画像と YouTube だけかな。うーん。まあ、画像をいくつも入れたりしてもいいだろうし、YouTube も何件か入れられるのかもしれないです。やってみたことがないので、はっきりとは言えませんけれども、今、自分でも今これやってみて気づきました。今2件入っています。画像とですね、YouTube 入ってます。こういう風うに入れられます。え最初これ、浜名湖 A って入れようとしたんですけども、浜名湖 A では入れなくて、ちゃんとあの、 は、o g l e マップ上にある名前として、地名として浜名湖ってあるもんですから、それで浜名湖になっちゃったんじゃないかなと思います。それでここのところに Google マップ上の、Google マップに飛ぶリンクが貼られてますから、それと繋がったんだと思います。それでこれ Google マップで見ると、浜名湖ってこれ、ここのところになってますよね。浜名湖って。浜名湖っていうことで出,て出てるんですけれども、えー、ここのところをポイントとして、ここを指定したんで、ここのところが出ると。 いいう風になってるんだと思います、えー、そういういいだと思いま,す、うん、まあ今回ですねそんなに突っ込んで、えー、いろんな機能を試していないものですから分からないところもあるんですけれども使、まあ、っていけば分かるんじゃないかなって思います。うん